私よく言うんですけど、日本にすごい反韓感情があるって言いますけど、ないですよ。韓国には本物の反日感情があるんです。だって大使館のレセプションに行っただけで糾弾される国ですからね。じゃあ日本に反韓感情あるかってありません。私もね、普通に韓国料理食べに行きますし、韓国人の友人もたくさんいますし、別に全然普通ですよ。韓国のものを食わねえなんてないですよ。例えば日本で韓国大使館でレセプションあって参加した人、迫害受けます？お前は新韓派か、新韓派とか反韓派かなんて言葉すらないですよね。いや別にみんな在日朝鮮人も普通にいるし、私も在日朝鮮人雇用してたこともありますしね。それから普通に彼らの経営している焼肉行きますよ。そしたら武田先生ようこそって言ってね、もてなしてくれますよ。日本ではいわゆる向こうで言うような新日反日みたいな、反日って言うけどレベルが違うんですよ。韓国ってややこしい国だよねとか、韓国旅行なんか行きたくないよねなんていう日本人は普通に いますけども、本当に韓国の旗を焼いたりとか、関係したやつを新韓派とか言って糾弾したりとか、そんなのないのよ日本には日本製品ボイコットとか言ってますけど、日本で韓国製品ボイコットなんて聞いたことないね。そんな韓国製品ないですけども、ボイコットだとか壊すとかないですよねいやー本当に、じゃあ何、韓国人の BTS とか曲聞いてたら新韓派だとか言って、ないでしょ本当ないのよそんなの。韓国に対して厳しいこと言ってると思われてる私ですら別にないんですよというわけでですね、だから韓国にある反日感情っていうのはマジで本当やばいですよ。レセプションに行っただけで糾弾されるんですからね。もうやめなさい、もう